力入るからよく鍛えるんですよ、それで朝のワークアウトですよ。あとね、電車の中でもできますよ。すっきりしてるもんね。なんかね、あの癖なんですよ。癖です。おお、癖やったほうがいいよ。あそこのドラムの向かいに声を少し変えてもらいますね。あ、ドラムのマイク、マイクじゃなくてあのモニターのところに。大丈夫もう始まるんですか？もう一個やりましょうか。あ、どうぞどうぞ。じゃあ、姿勢を良くすること。よくなんか背中が曲がってると自分で思うかもしれないけど、こうなんか立たなきゃみたいなとか、なんか胸前みたいなとか、そんなんじゃなくて骨盤前、前に立ちながらと難しいけど、次立った時にやってみてください。あの こうなってるってなったら、あ、多分ここも上も曲がっちゃうんだけど、ここじゃなくて骨盤前に出して、座禅みたいにその骨盤の上に全部を乗っける。そうなるとここに力入れる必要なくなるから、全部ここに乗っかる。でここに、なんていうかな、その別に胸をすごい前に出す必要もないし、そうなるとここもまたこう曲がっちゃうから、骨盤、そう、姿勢を良くするコツは骨盤です。なんちゃってなんちゃって寒いこと言っちゃって。寒くない。ちょっと暑いからね。あ、恥ずかしい。骨盤どうすんの？骨盤をね、骨盤を前に出す。前に、あの、こうじゃなくて、こう、なんていうかな、こうかな、ここ、こうできるじゃないですか。こうとか、こうしたりとかできるじゃないですか。で、ここ。腰の上のところをこうまっすぐする、こうなっちゃうとここ曲がっちゃうから、なんだっけ、ね、猫のなんだっけ、猫背になっちゃうし、こうなるとこうなっちゃうから、ちょうどいいところで真ん中にこうピタッとしたら、全部こう一つのラインになるから、そうしたら背中も疲れなくなるし、筋肉変な肩こりもなくなるし、姿勢も良くなって、あ、そう、それもね、関係あるんですよね。そうそう、胃の下のところと、そう、全部つながってる。簡単なんだけど忘れちゃうし、慣れてないとなんかそっちの方が辛いってなっちゃうから、楽しちゃうんだけど、楽すると逆に痛くなっちゃうから。ヨガやってんだ。ヨガ時々、最近ちょっとサボってるけど。どうしたの？え、私ヨガはやってない。ちょっと言ってすぐさ、もうなんか2ヶ月そう。でも増田さんとしてもヨガやってるじゃない。いや、やってない、やってない、うん、ストレッチだけ。よし、じゃあやろう。ステージ明るめにしといてください。
Thank you.
Thank you.
Ha ha ha!
Hi, no, man, and then hanging in the man. But then, man, the 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 You ready? Come on. When I come, then you come. When you come up.